これで全ゲート内枠入り完了スタートしました外目10番プリンセス・バリューいいスタートを切りました内から出てくるのは2番の玉もホルン 2頭の後ろから迫りますのは4番、桜レグナムそして5番のトロバオトロバオが2番手先頭に並びかけます押しながら9番、オウマタイムも出てきました12番、ジャーニーマンも加わって先段4頭これに接近10番、プリンセス・バリュー4番、桜レグナム押しながら6番、セイスコーピオンは先団の後ろ並んで1番、リアライズ・リンクス 後方はばらけまして3番タイムズ・アロー離れて8番フェスティビエル7番ポイントプラス11番ジャルディーノさらに遅れて14番インサイド・ザ・パーク13番デュアルスウォード縦長、向正面へ出ます先頭2番玉もホルンリード1馬身5番、トロバオ2番手から少し手が動いています。3馬ぐらいの差 9番のオウマタイムと4番サクラレグナム並んでその後ろは固まりました、1番、リアライズ・リンクス、このグループ、外を追い上げる12番のジャーニーマン、間に10番、プリンセス・バリュー、その後ろ、ムチが飛んでいる6番、セイ・スコーピオン接近3番、タイムズ・アロー、離れたのは8番、フェスティブ・エル、11番のジャルディーノ、それから7番、ポイントプラス、後方に14番、インサイド・ザ・パーク、13番のデュアルスウォードです。前は固まってきてき3コーナー。ナ 先頭変わった5番のトロバを一気に突き放すリードは2馬身ぐらい桜レグナム2番手並んでくるのは大馬タイムその後ろも1段12番ジャーニーマンも追ってくる内からは1番リアライズリンクス直線に向きました先頭5番のトロバを外へ出す1番リアライズリンクス追ってきた的場、ま、文雄、的、ま、場文雄、的、ま、場文オが追ってくる1番リアライズリンクストロバオを捉えます的場、ま、文オが先頭だポイントプラスが外から追ってきて今3番手的場、ま、リアライズリンクスゴールイン 地方競馬通算7000勝達成は重賞の舞台大井の帝王的場史代騎手騎手のウイニングランです地方競馬通算7000勝達成的場史代騎手場内からは大きな拍手が巻き起こりました的場史代騎手は1956年生まれ60歳 1973年に大井競馬場所属ジョッキーとしてデビュー積み重ねた勝ち星がここに地方競馬通算7戦勝と大きな大きな区切りを迎えましたこれまでには2002年2003年と2度の地方競馬全国リーディング大井競馬リーディングは1985年から20年連続通算では21回獲得しています そして、重賞最年長勝利記録をまたしても更新した的場文雄騎手ファンの声援に応え今ゆっくりと戻っていきましたリアライズリンクス的場文雄騎手が勝ちましたお買い求めの勝ち馬投票券着順払い戻し金確定までお捨てになりませんよう大切にお持ちください おお客様にお知らせいたします川崎競馬第12レースの5番は出走取り消しとなりましたのでご承知おきください川崎競馬第11競争についてお知らせいたします